どうも。はい、今回ですけども、今週ですね、11月の27日土曜日ですね、シュプリームウィーク14ですね、やっとドロップリストが出てきましたので、そちらの方を見ていきたいなと思います。で、まあ、今週で、まあ、11月、最後ということで、まあ、もうそろそろ多分ボックスロードとかが出てくるような時期になると思うんですけども、で、今回何かなと思ったらですね、で、ちょっと日曜日ぐらいになんかダブルタップスみたいな、コラボが出るみたいななんかリークが出てきてですね、マジかと思ってですね、で、それ出たら激戦だろうなと思ったらちゃいましたね、全然。はい。で、今回がバンズですね。はい。で、バンズも、まあ、毎回コラボあるんですけども、やっとこの14でやっと出てきたっていう感じですね。ちょっと遅い感じですね。はい。で、今回が、2種類ですかね。2型出て、ハーフキャブと、オールドスクールですかね。が出るということで、で、まあ、ちょっとこれ見るとですね、自分的にはこのハーフキャブが欲しいな、ちょっと思ってですね、だいぶ前に出たハーフキャブも買えなかったですし、あの時もちょっと数がすごい少なくて買えなかったっていうなんか記憶があるんですけども、まあ、今回一応4種類出るんで、まあ、どうかなって感じですね。まあ、特にこの水色とか、なんか人気ありそうですね。まあ、黒、白、水色がなんかベターな感じがしますかね。あと、オールドスクールも全然、かっこいい感じはしますね。まあ、カラーがちょっとなんか、自分のなんかあんま欲しいカラーじゃないかなっていう感じはするんですけども。まあ、ハーフキャブ。まあ、ハーフキャブか持ってないんで、サイズ感がわかんないんですよね。まあ、もし持ってる方がいればですね、ちょっとサイズ感、まあ、どういうサイズを買ってるのか、もし、コメントいただければありがたいかなと思います。はい。ではですね、この、まあ、まず、バンズですね。はい。ハーフキャブと、オールドスクールですね。はい。こちらが出るということと、あとですね、他にも、キャンディーの、アメリカのキャンディーのスキットルズのコラボの商品が出まして、まずが、バーシティジャケットですね。めちゃくちゃ派手ですね、これ。はい。これが、二型ですね。二色展開と。結構、シュプリームやら、ロゴやら、文字やら、すごいですね。めちゃめちゃ派手ですね。はい。で、次に、スキットルズのポーラテックのジャケットですね。はい。これもすごいですね。ロゴ感がすごい、主張が強いですね。はい。なんかこれ、レースの、なんかユニフォームみたいな感じですかね。レーシングの着る方が、なんかそんな感じがする、みたいな感じがしますね。はい。で、続いてが、サイクリングのジャージですね。これもめちゃくちゃ派手ですね。めっちゃ派手やな。はい。これが2種類ですね。はい。で、続いてが、ポーラテックの、まあ、セットアップのパンツですね。これが2型と、あと、ビーニーですね。ニューエラのビーニー。まあ、ちょっと、パッと見なんかボックスロゴ感がありますよね。これも人気あるのかな？結構なんかでも、ロゴがで、ボックスロゴのあれがなんかでかいような気がしますね。はい。これも人気あるのかな？で、あとが、バラクレバですかね。が2種類と、あとは手袋、グローブですかね、サイクリングのグローブ。で、あとこのスキットルズのこの、まあ、キャンディーは多分出ないのかな、日本はあるのかな、ちょっと謎ですね、その辺は。はい。で、続いてが、ゴアテックスのシェルジャケットですね。こちらが、3種類ですね。まあ、無難な感じですね。まあ、黒なんて結構人気ありそうかなっていう感じがしますかね。無難な感じで。はい。で、続いてが、ペイズリーのフリースシャツですね。これも意外に結構なんか、このブラックのペイズリー柄人気ありそうですね。しかもフリースなんだね。フリースなんだ。まあ意外に、まあ、ペイズリーのやつ、今まで出たやつも結構人気あったりするんで、これも人気ありそうですね。はい。で、続いてが、ペルドゥセーター。まあシンプルなセーターで、こちらが3種類ですね。はい。で、続いてが、レオパードのトリムフーデッドスウェットシャツ。これが4色展開ですね。まあ、普通のシュプリームのロゴに、このフードのところが、レオパードになってるんですかね。はい。で、続いてが、ダイスクルーネック。こちらが、5色展開ですね。まあ、普通な感じですね、これも。はい。で、続いてが、ゴアテックスのセットアップのパンツですね。こちらが3色と、あとが、ペインターパンツですね。こちらが4色と。はい。で、続いてが、キャップ類ですね。
キャップ類が、ゴアテックスのテックキャンプキャップ。こちらが4色と、次は6パネル。リバティフローラル6パネル。こちらが3色ですね。まあ、花柄ですね。これもインクあるのかな。あ、続いてこれ、カンゴールですね。カンゴールの、帽子出ますね。ハット。こちらが、5色ですね。結構かなりなんか、モフモフした感じの素材で、これも人気ありそうですね。まあ、結構カンゴールも、前に出たやつも結構早かったんで、これも早そうですね。冬仕様とかですね。はい。で、もう一個出るみたいですね。もう一個 B2 が出ますね。こちらも、5色ですね。まあ、ちょっとカンゴール系も人気ありそうですね。はい。で、あとはスピーカーですね。クラシックスピーカー。これもなんか高そうだな。2個セットって書いてありますね。はい。ってな感じで、こちらで以上ですね。はい。まあ、全体的に見ると、やっぱ多分バンズ、まあ、おそらくバンズが、ま、一番人気かと思うんですけども、あとはカンゴールだとか、その辺が結構人気なんじゃないかなと思って。まあ、今週は多分、前回に比べれば多分人気ありそうな感じがしますかね。はい。まあ、バンズ、どうだろうな。結構、このハーフキャブ前出た時、ほんと買えなかったんで、ちょっと今回なんとか狙っていきたいかなと思います。まあ、ちょっとサイズ感があんまりわかんないんで、もし、ね、教えていただき、わかる方いればちょっと教えていただきたいなと思います。はい。まあ、結構バンズ、サイズがちょっとやっぱ失敗したこととか結構あるんで、で、ちょっとテンポだと発着できないんですよね。はい。なんでまあ、その辺ちょっともしアドバイスいただければ嬉しいかなと思います。はい。ではこちらで以上となります。はい。ではまた今週もですね、結構盛り上がそうかと思うんで、欲しいものがある方に関してはですね、頑張りましょう。まあ、多分もう、今週が終われば、まあ来週、まあ12月ですね。まあいよいよ多分ボックスロゴだとか、来ると思うんで、また、来月は来月で、まあちょっと、激戦になっちゃうんで、なんとかちょっと、今週ですね、ちょっと弾みをつけて、行きたいなと思います。はい。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。では、バイバーイ。